はい、ボンシュール。さあ、皆さん、ボンシュール実はですね、この前プレゼント企画に応募して当たったんですよ。156名のうちから3人しか選ばれないというプレゼント企画でボンシュール当たってしまいました。はい、こちらの方の封筒の中にね、それが入ってるんです。で、何が当たったかというと、ココロンさんが作ってくれた手作りミサンが当たったんです。ありがとうございます。で、なんかね、その手紙とかもね、書いてくださってたんで、本当ありがとうございます。ココロンさんの、YouTube はまた概要欄に載せていますので、そちらも確認して皆さん遊びに行ってください。で、今回ね、それでココロンさんはその YouTube で TikTok をよく上げてるんですよ。で、モンシュールね、 TikTok やったことがないのよね。で、今回は初めて TikTok に挑戦してみようと思います。さあ、どんな風になったかちょっとご覧ください。ワンシューイゴー、グーチョキパーでグーチョキパーで何作ろう何作ろう、右手がチョキで左手もチョキで可愛い子見つけた。いや、本当申し訳ないですね、こんな TikTok で。はい、異様にね、難しいんですよ。音に合わせてやるっていうのね、これでも結構何回かね、繰り返し繰り返し撮影したんですよ。だからやってても、音と映像が合わないのよね。そう。ほんとね、TikTok やってると、すごいと思うわ。難しいもん。今回は、プレゼント、ありがとうございます。というのと、今週の初めて、TikTok をやってみたよということで、今回の動画はどうでしたか？グッドボンシュー、バッドボンシュー。いや、ほんとね、 TikTok をね、あんだけやってるね、ココロンさんすごいと思うわ。難しい。ワンシュー、右手がチョキで左手もチョキで可愛い子見つけた。